One lap to green. Line up on the right side. Closed. Pit road is closed. またレースルームやっていきたいと思います。なんでねレースルームやってるかっていうとね、メイネ君のね対して視聴回数が増えない YouTube なんですけどね、久しぶりにねコメントが来ましたね。この以前ね上げたこの同じシチュエーション、ある3人 VTR でレースルームで走った時の動画に、最近やり始めた人なんですかね、メイ君の動画の音と同じような感じは出ないんですけど、あとねこれ3人 GTR なんで1パターンの5速なんですよね。なんですけどコメントの方のあれを見ると6速に入っちゃうらしいんですよ。なんでそこら辺ねちょっと本当にどうだったのか、最近ねなんかこれ結構アップデート多かったんで解約されたのかななんて思いながら、ちょっと見てみようかということで、今回レースルームをやることにしました。よしよし、久しぶりね、ゲームとはいえねミッションしたいと思ってるんでね、ついついクラッチを忘れるわ、シフトチェンジでミスるわで、まあ大変ですねこれね、やべ、みんな暴れてる。まあ6速に入るかどうかっていうのはね、バックストレートでちょっと、まああと他に入るところがあればやってみたいと思いますけど、入ったかな、確か6に出るとニュートラルに戻ったような気がするんですよね。ちょっと検証していきましょう。ちょっと待ってでね、もう一つの質問になった、どこですか、感じたくはないし、まあ、以前にやった時もこんな感じの音だったんじゃないかなって思うんですけど、まあ、メイ君ね、この音、AV ランプ、中古ですけど、公開で買った AV ランプを、ミニクリ 7.1 チャンネル
サラウンドバックまでつけて 7.1 チャンネルで扱ってるんですね。それでインターネットもつけてるので、まあそれなりの音に聞こえてるかなっていう感じですかね。まあ、あとこのレースルームってステレオとか 5.1 とか選べて、スープはスピーカーは 7.1 チャンネルで、アンプも 7.1 チャンネルなんで 7.1 チャンネルにしてるんですけど、まあそれでもそんな変わんないですよね。さっきいきなり五徳シフトのゲーム慣れないと思ったんで、ちょっと一周だけ練習走行したんですけど、その時にステレオでタイプで聞いてみたんですけど、全然音変わんないですね。あとはそうですね、このスピーカー、このアンプとスピーカーじゃない音で聞いたらどうなるのかっていうのは、ちょっと音ができないので試せないんですけど、でも動画にアップされたあれを見て音が違うっていうことですから、そもそもなんか違うんですかね。ただここまで遊んでみた感じで言うと、音は前回やった時とあんまり変わらないような気がメグ君はしますよ。まあそこはね、違いのわからない男なんで、あれなんですけど、でも、なもんだったような気がするんですよね。そんな甲高い音、ではなかったような。あとね、これ、ゲートの音するんですよね。ブーブーって音がするんですよ。そうなぁ。なんかなって思いますね。それよりも何よりもね、困ったことがあってね、最近プレートで、どんどん綺麗になってるんですよ、これ。で、ゲームもね、そのタイヤモデルが変わったりとかね、して、どんどん良くなってきてるんですけど、それはいいんですけど、が良くなりすぎて、4090になってしても、一番低い解像度でやろうと思うと、FPS がね、30ぐらいになっちゃって、駒落ちしちゃうんですよね。で、これね、今ね、オートモードもダメで、2分ぐらいの設定でやってるんですけど、これでやってもね、今、60ぐらい行ったり来たりですね。4090で、まあ 4K3 画面とはいえね、60しか出ないって、これいかにってね。なんか重くなりましたね、このゲームね。たった20台しか入れてないのに、レースもね、これだけ重いんで、で、いいところでね、駒を捨てちゃうとね、ちょっと操作に影響が出るんで、ちょっとね、何、どっち行ったらいいの、危なかった、2台でスピンしやがって。でね、このレースルームね、すごい良くなったんですよ。なんですけど、今みたいにちょっとね、AI がね、残念なんですよね。おバカ。台数が増えてくるとね、特にこの傾向がね、見られますね。コース幅がね、狭いところとか行くとね、なんかすごい競い合っちゃって、今みたいにね、スピンとかね、事故とか起こしやすいんですよね。まあ、AI の競争力をね、めちゃくちゃ下げれば OK なんですけどね。まあ、ちょっとそこが残念ですかね。あとはこうね、絵見ててもめっちゃ綺麗ですよね。これ最高画質じゃないですからね。これより綺麗になるんですけど、ただ FPS が出ないんでゲームできないっていうオチなんですけどね。
まあでもまあ最初の頃のレースルームよりはまあ最高に良くなりましたね。所詮ねこれプロのゲームですからね、あのコースとなんていうの車両は買わなきゃいけないんだけど、他はゲームの元はねタダですからね、これね恐ろしいで、喋ってたら今何やっていいか分かんなくて、スピンしたやつがいたから前いなくなっちゃったじゃん、ね、あーそういえばバックストレートもなんか普通に走っちゃってるっぽく入れるの忘れてた、3ラップなんで次の週行きますか、まあ3ロップだから音は聞きやすいですけど、普通にこんな音だったような気がしますが、なんでちょっと何が悪いですかね、もう一回再インストールとかしてみたら治るんですかね。自分がやってる限りは別になんか他に特別なことやってるわけじゃないんで、まあ、こんなもんですよね。ちょっとバックストレートだと時間がかかりすぎるからここで6一回入れてみます。はい6、ほらやっぱりニュートラルに入っちゃいますよね、6に入れるとね、だからやっぱり5速ですよこれ、あ6速入るってなんかおかしいですよね、やっぱり5速だよな、なんで6入るんだろう、でもこれで特になんかやってるわけじゃないんで、で普通なんでなんかイエロー出てますね。なんか回ってる馬鹿がいる。いけない。譲ればかやろう。クラッチの踏み込みが甘くて入ってない。あクラッチといえば、例えばシマニックのあの振動ユペダルの振動ユニットもう一個買い足したからクラッチにも取り付けないと、なんかハンクラがねのタイミングが知らせこう振動で知らせられるようになるとかならないとか言ったんで、ぜひね試してみたいんですよね。あのアクセルとねブレーキがねもう振動ユニットつけたんで。ね、結構いいですよね、海外の YouTuber の人とかねみんなつけてますけど、そのおかげで結構いろんな会社を徘徊しましたけどね、みんな売り切れちゃってね、ちょっと大変ですよ、ね、姉妹にしてもね今めっちゃ売れてるんじゃないかね、モザもね売れてるだろうしね、中国勢強いですよね、メイクの反応はね、シムキューブですからね、なのにね、あのシフターはシムキューブだったり、そのペダルの振動ユニットはシフターのシムキューブだったりと、バラバラで使っちゃってるんで、本当はね、全部合わせちゃいたいですよね、反応とペダルをシムキューブにできれば。ここは一番いいんですけどね、やっぱバランスだとねアプリをみんな立ち上げなきゃいけないんで面倒くさいし、運動でアプリがこれだけ上がるっていうことはそのゲームの速度にも影響するんじゃないかなと、シマジックがねシムプロを使うじゃないですか、まあ、それを立ち上げてないと振動ユニットも使えないしツイッターも使えないしで。シムキューブの、 あのフルドライブを立ち上げないとステアリングが使えないんで、ここだけで使ってるんですよね、そう考えるとね
ぱりどれか一個にするべきですよね。でね、フェアリーそのハンコンはね、新キューブメイ君はすごく気に入ってるんで、本来だったら新キューブでペダルとかも揃えたいんですけど、シフターとかハンドブレーキは新キューブにないですし、ペダルはね新キューブにあったとしてもあんな強欲な新ペダル買えないですよ。すごい良さそうなのはわかるんですけど、あれ、ね、100万ぐらいするんじゃないですかね。3つとも全部ちゃんとしたあの振動ユニット付きのペダル買っちゃったら、なんかブレーキだけを振動ユニットのタイプにして、それ以外のやつを普通のあのペダルタイプにすると50万ぐらいで買えるみたいですけど、それでも50万ですかね。頭おかしいですよね。メイ君は今 EJ レーシングの油圧式のペダルを使ってますけど、その他の10万円ぐらいですからね。10万円ぐらいですからねって言ってる時点で頭おかしいですよね。10万円もするんですからね。まだじゃねえっていうペダルですけど、でもこれもね、あの油圧で、まあ、当時はね、シマジックとかね、こんなまた安い値段で油圧ペダル出すと思わなかったんで、油圧ペダルってもっとすごい値段するものばっかりだったんで、これが一番安い油圧ペダルだったんですね。なんで、すごい気に入ってるんですよ。ただ他にね、国内で使ってる人見たことないんですけど、でもこれ超いいのよ。ただ、海外サイトからしか通販できないんで、しかもね、こいつね、スペインかなんかなんですよね。もうね、シエスタ、シマキンでね、全然注文してもね、発送してくれないんですよ。もうね、メイ君これ来るまでね、半年ぐらいスペイン語でね、やり取りしましたからね、本当もう Google 翻訳なかったらね、挫折するところでしたね。そんな言い訳付きのペダルなんで、万人には勧められないんですけど、でも、油圧ペダルの何たるかっていうのは、これで分かりましたね。なんで、このシミュレーションの今の P10 とか P2000 とかのペダルも、きっと超いいんでしょうね。油圧のね、何がいいってね、踏み心地ですね、ペダルのね。踏むときも、やっぱりね、油圧っていうだけあって、液体をこう、押すような感覚になるじゃないですか。で戻るときも、じわーんと戻るんで、このバネみたいに、こう、足を逆に押してくるようなことがないんですよね。足に追従するっていうね。ここがいいかな。はい、ということでね、またバックストレートに来たんで、ちょっと6速入れてみますね。はい、行きます。はい、6速。やっぱね、ニュートラルですよね。やばいやばい。5速に戻さない。やっぱ6は入んないですよね。なんですかね。ちょっと、ちゃんとした回答はできないですけど、とりあえず、メイヘ君の、あの環境では、5速しか入らない。で、別に特段何かやってるわけじゃないので、中心の状態で使っててもこんなもんです、はい、ということで、以上 YouTube の質問に対する答えはこんなところですね、はい、そうね、なんかね、さっきからこう動画見てればわかると思うんですけど、絵が隠してるんですよね。今までこうレッグルームってここまで FPS 悪くなかったんですけど、これはね、今日雪降った次の日でめちゃくちゃ部屋寒いですよね。それが原因なのか、このゲームが良くはなったんで、バージョンアップしすぎてこの PC に負荷がかかりすぎるのかな、どっちだろうなっていうところですね。でね、雪の時の国だから何が悪いっていうところなんですけど、寒いじゃないですか、部屋が。やっぱね、温度が一桁台とかだと、これ、メイ君のあの、本格水冷で、熱源からの、データを目いっぱい離して使ってるんで、ものすごい冷えるんですよ。
部屋の温度が7度とか8度とかからスタートだったんで、そうすると水温が10度とかからスタートなんですよね。そうするとメタリックボードも20度台、今ね結構長いこと使ってて今32度とかじゃないですか。だからやばこれせいやね、時給が上がらないんですよね。一応クロック的にはね2800MHz ぐらい出てるんで、ほぼ、設定上限値まで出てるんですけど、実際の使用率が 50% いってない、今ね 46% とかなんですよね。これはね FPS 出ないですよね。 FPS59 ですね。グラウンド温度が33度で使用率が 45%。 みんなねグラフィックボードってあんまり、やばいやばい、やばい。で、グラフィックボードの話に戻りますけど、寒いと遊んじゃうんですよね、使用率がね。ちょっとね、こう FPS が悪くなるんですよね。だからね、グラフィックボードって、夏場は水冷じゃないとあれですけど、冬場は通年の方がいいんですよね。やっぱりね、50度、60度ぐらいが出てないとまともに動かないですよね、一生懸命ね。そんなね、30度台なんかでね、甘やかして使い方してるとね、本当飛んでいいのかっていうぐらいね、遊んじゃってますね。じゃあね、どんないいグラフィックボード買ったってね、40% 台で動かれたらね、これはFPS も出ないさっていう感じですよね。こんな感じでね、だから春とか秋とかはね結構絶好調なんですけど、冬の場合にちょっとね部屋の温度、ギア抜けするな。せっかく追いついたのにまた離されてる。あ、普通に走ってるのにギア抜けしちゃうんだけどな。あー、後ろから追われてる。ギリアネックだ。あー、ほらほらほら、なんで、すいませんか、あれ壊れるんだ結構ね。あれあれ、なんかおかしい、ギアが、ほらほら、あれギアが、あれギアがおかしくなった。あー、なんかおかしい、壊れた。あ、これ、もう単純に壊れましたね。やばい。ああ、これ車壊れた。一生チェンジに一輪になって壊れました。なんか音が変。ダメだ、壊れちゃった。ああ、ダメだ、進まない。
なんということでしょう。もうファイナルラップだからこのまま行ってやる。まあやらないし、何してるのあれ。なんかずっとガラ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 音がしてる。タイムに乗ればまだ進める。あいや、なんかおかしい。ここも駒落ちするし、ギアも入れなくなったし、やべえな。フルかけるとギアが抜けちゃう。もう最後だからこのまま行こう。6服入れて遊びすぎたかな。ギアぶっ壊れました。スピードも出なくなったな。あ、ほら、滑った。5速でフルパワーかけると滑っちゃう。ダメだ、もう。あ、やっぱりね、最後もまとめに入りましょう。質問の方、ありがとうございました。久しぶりにね、ゲーム楽しかったです。やってみた結果ね、音も前もこんな感じだったと思います。うん、で、これ動画にした後、どんな音になるかわかんないですけど、多分こんなもんだったと思います。で、ギアはやっぱり6速ないですね。試しに6入れてみましたけど、ニュートラルになっちゃって、うん、結果ね、やりすぎて壊れました。うん、あ、入んない、もう入んない。完全に入んなくなった。はい。ということで、はい、無事じゃないけど、3ラップゴールで終了。だから6はないし、音もこんな感じだったんで、何が悪いのかな。こんな感じですよ。こういう音。あとはね、メイ君これ、何回も言いますけど、エブヤンプでスピーカーで聞いてる音なんで、どうかなっていう。ただ、YouTube の動画にするのは、パソコンから出てる音をそのまま OBS で撮ってるんで、ここは多分何の違いもないはずなんですよね。すいません、お力になれませんでした。まあ、あとは気になるようであればサインストールかな。それしかないかな。ということでした。はい、以上、久しぶりのレースルームでした。それじゃあまたね、バイバーイ。